待て。あんたが、なんだよこのテストは。50年代の中頃、アメリカ政府はエイリアンとコンタクトを取るという無茶な仕事を目的とした機関を創設した。この器具の先端をじっと見つめてくれ。では検査を。当時その機関は笑い者だったが、61年3月ニューヨーク郊外にエイリアンが本当にやってきた。彼らを迎えたのは8人、役人が7人、宇宙飛行士が1人、それにたまたまそこを通りかかったガキ。ああ、でかいやつに花を渡してるのがあんたかい。こっちだ。彼らは宇宙をさまよう難民だった。宇宙的には中立地帯の地球に亡命してきたんだ。カサブランカを見たことあるか。うん。ナチ抜きのあれと思ってね。あれね、受け入れたが、エイリアンが来た証拠は抹消した。あはあ、じゃあこの64年の万博の円盤は物本だったのか。人目を欺くためだ。それ以来亡命宇宙人は続々地球に潜んでいる。あのさ、話の腰をもんで悪いんだけど、あんた最近脳の検査は受けられたかい。半年前定期検診があった。再検査した方がいいみたいね。ああ、それじゃああの Z ってやつにもすっごく楽しかったって伝えてくれ。ありがとうな。それで出口はどっちなの。はあ、そっか。コーヒーでも飲んでいかないか。いや、遠慮しとくよ。わんがいやあ、みんな。レギュラーコーヒーか。ウィンナーコーヒーで。おい、ミルクはパウダーのしかないのか嫌いなんだよ。おお、ガフィが咲くわん。ああ、そこか、よかったよ。地球には慣れたか。当たり前よ。そうか、少しは休め。オーケー。あ、それでよ、ケイリの女のでけえ飲んでけば。ガフィがもすげえけど、ザポアンタもぶっしぶちだぜ。